星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星町彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線の世界にいる VTuber である私星町彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。先祝が35回目ということで、嫌な文字が書いてあります。11月も終わりということで、いよいよ今年も残り1ヶ月ですね。やったやったいや、お正月大好きだから。あ、お正月が大好きだね。あ、まあほらね、お雑煮がね、お雑煮がね、ね、美味しかったり、ただお餅を食べてお笑い番組を見るっていう幸せすぎるあの、いつも、あの紅白とガキツカどっちを見てますか？あ、なもう言わない何にも言わないんだよ、こう言わないでおこうと。とりあえずね、はい、ちなみにあの両方をもうなんか30分おきぐらいにローテーションで見た。でもわかるね、そうだよ、コロコロ変えてる、わかる、ね、そうだよね、結構で、スイちゃん、あの格付けチェックって知ってる？やってるかも。確かに、そう、あれ好きなんだけど、なんかさ、あの東京じゃないと、あれ結構遅いの放送が。あ、そうなの？そうえ、そもそもその年末にやってる番組なんだっけ？え、確か年始かな。あー、そうだったかも。そうだから、なんかツイッターとかで、あのみんなが盛り上がってる時に、だいたい年始とかは、あのおばあちゃんちとかにお邪魔してるから、田舎のね、やってねんだよな、ここあ、そうなんだ。そうなるの。いつ頃逆に放送されるの？あ、いつごなんですか？1月ですよね、多分。そのおばあちゃん家にまで来るまで。おばあちゃん家にいると2月とか3月とか。そんな？だと思う。そうなんだ。なんか忘れた頃にやってきて、あ、こんなんやってたんやって、ツイッターで盛り上がってたのはこれだったんだなって逆にさ、おばあちゃん家はその間何をやってるんだ？テレビ。なんだろうね。ね、なんだろうね。なんか不思議だよね。確かに何やってんだろう。同じテレビ局は映るわけだもんね。うん、何やってんだろう。オリジナルで流してんのかな。はい、はい、ということで、早速始めていきましょう。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今夜も平行線からスタートします。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星持ち彗星です。田所あずさです。私これ気になってるんですけど、グッチと Xbox のコラボしたものが発売するそうですよ。110万円だって。彗ちゃんどうですか？彗ちゃんどうですかの文字は何なのか分かんないけどさ、え、どういうことこれ。110万。え、グッチと Xbox がすごい豪華なのかな、グッチ仕様になってるのかな、グッチのロゴマークがついててみたいな。ついてたり。確かに見たい。 Xbox 二人で調べているグッチ、え、ほぼグッチじゃん。グッチじゃん、こんな可愛いね、結構。え、なにこれ。 え、これスイッチもあるね。スイッチもあんの？え、これスイッチじゃないか。あ、これスイッチじゃないわ。Xbox じゃん。Xbox だ。え、このなんか、何これ、トランクみたいな。そう、これもついてくるのか。そうそう。これも込みなら、そうだよね。トランクの中に、この Xbox を、もう綺麗に収納することができますよ、みたいな感じなんじゃね？でもなんか、3倍ぐらいでかいボックスが多分この中になんかこう、何、なんかこうへこんでる、あ、なんか、ね、クッションみたいなのが吸収される。そうそうそう、衝撃吸収、そこにはめてみたいな。なるほどね。これ何、 Xbox 持ち運びしようってことなのかなあ、これ開いてるやつ、開いてるやつ、開いてるやつ発見した。中が緑ですね。おお、あ、やっぱはめるんだ。はめてる。あ、やっぱ3倍ぐらいあるよね。3倍ぐらいあるね。ちょっと片隅に入れてるもんだって。これ110万なんだ。うわー、すげーなー、すごいなー。はい、いいわ、素敵だった。でもそしてね、うん、なんか
もう前々からこのラジオのプロデューサーさんが、はい、冬込みでグッズ出したいんですよね似てる似てる冬込みでグッズ出したいんですよねってずっと言ってて、うん、いいっすねって話になってね、でなんだかんだいろいろ話し合った結果、はい、我々冬込みにグッズを出すことになりました。初グッズですよ。確かに、うん、初だ。これがね、うん、一番最初ということで、うん、アクリルスタンドセット。のび太くん。のび太くんアクリルスタンドセットだよ。アクリルスタンドセットってのび太くん何なのこれ？これはこれはドラえもんじゃないかどっちも。なんかねこれ。あのアクリルスタンドセットっていうのは、うん、アクリルスタンドがセットになってて、うん、なんかこうね、はい、こう まだでも制作途中だから分かんないんですけど、うん、多分ラジオブースの前に私たちのキャラクターがこう立ってるみたいな感じのやつになるんではないかと。なるんじゃないでしょうか、構造的にはね。なんかあの私も似たようなやつグッズで出したことがあって、うん、その時はアクリルジオラマセットって呼んでて。何それ？なんかあのジオラマわかるよね、うんうん、そうなんかジオラマみたいに、うん、なんか背景とキャラクターとでなんかこう、うん、そう差し込めるから、うん、なんかまあジオラマセットって呼んでましたね。わかりやすいかもそっちの方が。そうだからまあ背景が別でついてくるアクリルスタンドだよ。わかりやすい。で、あの私とスイちゃんは、うん、ちょっと時空の歪みが発生してるから、ね、あるある、じゃあどうするんですか、うん、みたいな感じになった時に、うん、なんとですね、はい、私のことも可愛いイラストにしていただけるということで、はいはい、そうなんです。そうなんです。二次元になりました。二次元になりました。コロちゃん二次元もう交わりました。ついにやっと確かに交わりましたね。交わりましたよ。グッズでね。ってことは終わる？この終わり終わり平行線終わっちまった。終わりました。終わっちゃったので、スクランブルスクランブルラジオになっちゃう。そうなんです。だから可愛いねイラストをね書き下ろしていただいたので、うん、ぜひそこら辺も、はい、もちろんスイちゃんの方も書き下ろしていただいたので、うんうん、楽しみに待っていてほしいですね。そうですね、うん、楽しみにしててください、はい、詳細はまた後日ということで、うん、お楽しみにお願いします。はい、ではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はい、ラジオネーム大輔さんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃん、コラーズさん、こんにちは。はい、そろそろ年末が近づいてきましたが、うん、この時期になると、うん、今年の漢字が発表されますよね、うん、毎年どんな漢字一文字になるのだろうと気になっています、うん、そこでお二人に質問なのですが、うん、お二人のなんか悲しいことお二人の2021年を漢字一文字で表すと何になりますか。出たー。出たー。お二人の1年がどんな年だったかを振り返る意味でも教えてほしいです。難しい。もうちょっと先でもいいですか、それ。まだ11月なんで。でもね、うん、今年の漢字が何かは予想ができる、うん、え、何？ね、コロナ禍の禍。そうかも。なんか絶対そうじゃない。だってね、うん、コロナ禍読めますかみたいな感じで話題にもなってたし。確かに確かに。そう、ね、寝変でしたっけ。なったっけあれ。寝変って言わないか。寝変寝変って言わないだっけあれ。寝変寝変寝変のね。寝変のやつね。寝変ね。あれってでもさ、うん、コロナ禍ってさ一番やばかったのってさ、うん、あ今年か。でも2年ぐらいさ続いてたじゃん。そうだよね。去年っていうの感じなんでしょ。去年の感じ何なんだろう。なんかいつも災いになってるイメージ。ちょっと調べようかな、うん、去年の感じ。まだその蚊は生き残っているのか。去年2020年密密ですね。なんかそしたら自信なくなってきたわ。密か。密に勝てねえな蚊は。あれ2019年からでしたっけコロナって。あ、じゃあ2019年の、ね、あれ2019年まだあれでしたっけ。2019年の今年の漢字は、うん、令和の令。あ、なんか平和な感じだ。そうだね、令和が始まったからなのかな。なるほどね。で、密、うん、が来て、じゃあ、蚊ありえるんじゃない。蚊ありえるかな、うん、これ当たったらちょっと賞金もらっていいですか。なんでよ。どこかから。あげませんよ。
欲しいですね。なるほどね。かか、うん、まあ、そうだね。かだね。結構今年はすごかったもんな。なあ、うん、でもだいぶ落ち着いてきたからね。ね、このまま落ち着いていただきたい。本当に本当に本当に、うん、気持ちでございます。はい、教えない。教えない。自分の感じ教えない。はい、ではお次、ラジオネームのチラスさんからのお便りです。はい、スイちゃんコロちゃんコンスクスク、コンスクスク、そろそろ冬が近づき寒くなってきましたね。最近部活でバスに乗って遠征したのですが、僕はずっとスティルスティルステラをスマホで流してました、うん、お二人は長旅の時に聞くアルバムとかプレイリストはありますか？なんだろうな。あるな。ある。何？推しの出たよ。推しのアルバムとかプレイリストとか。もう長旅関係ないだろ。あ、でもね。でもね、あの、うん、飛行機とか乗るときにめっちゃいいのが、うん、あのドラマー CD。 はあ、なるほど。うん、めっちゃいい。確かにいいかもね、うん、聞き終わったらもうだって1時間ぐらい経ってるから。そうだよね。そう、もうついてるみたいなね。そうそうそう、これいいなって思って、いいかもいいかも、聞くようにしてる、うん、それこそヒプノシスマイクの、うん、ドラマ CD を携帯に入れて、うん、携帯で聞いて、あ、終わった、そろそろ到着かなみたいな。あ、よくやってますね。わかる。音楽って途中でさ、うん、こう意識が目覚めちゃう時あるじゃん、うんうん、初めて聞く曲とかじゃないと馴染みすぎちゃうじゃん、うんうんうん、だからなんか他のことしたくなっちゃうけど、うん、さ、やっぱり声がねあるとね、その、うん、ドラマ CD とか、私もラジオとか、うん、あ、確かに聞くかも。ラジオとかだと1時間とか早い。そうだよね、うん、確かに確かに。これもね30分じゃないですか、うんうん、このセンスク。そうだね。そう、聞いてほしい。聞いてほしい。確かに。アーカイブをたくさん回してほしい、うん、スティルスティルステラーに飽きたら、じゃあ飽きたらじゃあセンスクのね、センスク飽きる前にセンスクも見てほしい。そうですね、うん、聞いてほしいですね。はい、続いて平行線ネーム、もちいりぴのさんからいただきました。はい、スイちゃんコルちゃんこんにちは。こんにちは。お二人は不況に成功したなと思ったことはありますか？僕は友達にコロちゃんのウェイバーを押しまくった結果、うん、他のアルバムまで聞いてもらいました。ありがとう、もちいりぴのさん。二人は不況活何かやっていますか？不況活、不況活動か。いや、うまくいったことね、ほぼない。え、なんで？スイちゃんやっぱ好きなものが多いからさ、うん、で話すじゃん、やっぱり話す。それでなんかね、興味持ってくれる人いっぱいそうだけど。また行ってらって終わる。確かに。あ、確かにって言うな。確かに。また行ってらっつって言っちゃってるね。え、どうかな、どうかなって言っても、その、うん、いつもの何、いつもの流れだと思って、はいはいはい、なんか言い過ぎちゃうのかな、逆にね、かもね、うん、なんかほどほどにしてるんだけどね、なんか話しすぎるとさ逆に、うん、いや、なんかそんな押されるって逆にみたいな、逆張りの人もいるじゃん。あー、そうだね、そうだね。そう、だからなんか気になる箇所をポイッポイッって投げるくらいにしてとどめているつもりなんだけど、うん、そうなってないかも。でも行き過ぎちゃうんだね。行き過ぎちゃうかもしれない。言いたくなっちゃうんだ。うん、どうしても。あるな。そうだよね、うん、私もね、マネージャーさんが海外ドラマが好きで、私も好きなのね、うん、でたまにマネージャーさんにおすすめあるって聞かれるから言うんだけど、なかなか見てくれないの。ずっとクリミナルマインド見てて、なんでこの人見てくんないだろうなってずっと思ってて、うん、そう、でもなんかこうこれだっていうのが決め手がないのかなと思って、あ、で、あの、この間、うん、ストレンジャーシングスっていうね、大好きなやつがあるんだけど、それ面白いですよってずっと言い続けてるんだけど、うん、全然見てくれなくて、うん、でも何が足りないんだろうと思って、うん、もうその人が好きな作品に雰囲気が似てますよって、うん、出したら見てくれた。あー、そう、なんだって、グーニーズとかが好きなのね、うんうん、もうそういう少年たちの夢のある話なんだ、うんうん、っていう、もうあらすじとかも話して、うんうん、なんとかこう気にならせて、うん、そうしたらやっと見てくれた。やっぱ確かにね、うん、今まで好きになったものと同じ系統のやつ見たくなるんだよな、うん、そう、やっぱ好きだって確定してるものいいよね、うんうんうん、なんかさ、やっぱ疲れてたりするとさ、うん、なんか
興味がこう興味を持つまでが長いじゃん、うんうんうん、映画って冒頭を集中するのが難しいじゃん。いやそれそうなんだよね、うん、だからそのまず興味があるかないかでさ、うん、モチベーションがね、そうそうだよね、うん、であらすじ話すのはいいかもね。そうだね、確かに推しのあらすじを、うん、推しのあらすじいいよねそうそうこの推しは過去にこんなことがあってそうそうそう今までにこんなことあって、さて、うん、これからどうなるでしょうか気になる本当か、うん、いいかもいいかもいいかも。ちょっとじゃあそれを、はい、それに習って今後普及をやっていきたいと思います。はい、はい、というわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージをお待ちしております。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。バーチャルさんと声優さんと普通の人、私たちはそれぞれ別の次元に生きています。そこでこのコーナーではさまざまなシチュエーションにおけるバーチャル界と声優界、さらにおまけで普通の人がどんな違いが出るのか送ってもらうコーナーです。はい、ではメールを紹介していきましょう。はい、平行線ネームうたぴょんさんからいただきました。シチュエーション、知らない言葉が出てきた時、普通の人、何それ、バーチャルさん、何それ、声優さん、イントネーションを確認する。うんうんうん、あしますね。そうだよね、アクセント辞典とかあるよね。そう、携帯にアプリで入ってますね。そうそうなの、え見たい、いいよそうこれでね音声も出るんですよ。すごい、 NHK さんのこの日本語発音アクセント辞典。そんなあるんだ。そうこれでもう見てみて、最近めっちゃ調べてるでしょあ美人、そう美人って意外と美人って言ったりするじゃん。あでもなんかそう美人、美人とか美人でもどっちもあったりするんだよね。あどっちでもいいんだ。でも基本的になんか一番上のやつをやりのかなみたいな感じで。美人、そうなんだよ、すげー、意外と知らないよね。ねー、なんか私もねイントネーション変なタイプだからさ。あそうなんだ。うん、もう一生慣れたとか慣れないやと思ってる。いやいや、これはでもほら辞書とか頼ればさ、うん、本当、うん、いけるよ。次、私もそうだから、うん、次次次次次次犬犬本当に、はいついちゃんの星のなんか鉛がバレちゃいそうな感じするけどね次どこかに近いなみたいな感じになっちゃいそうはい、では、はい、続いて、はい、ラジオネーム大輔さんからいただきました。います、シチュエーション、オンライン通話中の家族、うん、普通の人、一旦通話を切って家族を追い出す。声優さん、一旦通話を切って家族を追い出す、うん、バーチャルさん、家族も配信に参加させるこれ別にでも私だけじゃないのか。ラフだな、割とねいるね、うん、すごいな、うん、お母さんが入ってきて、お母さん入らないでよみたいな、本当にでも家でやってるからだよね。うん、そう、本当に家でやってるから。お姉ちゃんいるから、うん、お姉ちゃんがあの私がホラーゲーでめっちゃ、うん、キャーってうるさくしてたら、ちょっとスイちゃん大きいよ声がって入ってきて、うるさいって入ってこないでも配信中だからってまあそれも見たいだろうなファンの人はそうだね、うん、大喜びしてあのその部分を切り抜いてますお姉ちゃんだって出てきてるもんね、普通に、ね、そうだね、表舞台に出ちゃってるからね。でもいいな、そういうなんか、うん、そこにまた魅力があるんだろうね。かもね、ちょっとこう身近な感じみたいなのがね、うんうんうん、VTuber さんは。確かに確かに、いいですな。じゃあ続いて、はい、ラジオネームフック副船長さんからいただきました。はい、シチュエーション、社長のお仕事、うん、普通の社長さん、会社の方針を決めて社員を引っ張る。声優で社長さん、独立して事務所を経営しながら自らも声優として活動、うんうん、
とある VTuber の事務所の社長さん。おめでとうボット、タレントグッズのモデル、始球式、フリー素材。うちの会社の社長ですね。こんな何でもやる人、何でもやってる、マジで始球式。そう、この前ホロライブと、うん、何だっけ、パリーグがコラボして、すごい、で始球式出てたの、うちの社長が。社長が投げんの？そう、社長が投げたそれ。そうで、あの、うん、屋号って言うんだけど、屋号ノーバンっていうのがトレンド入って、うん、なんかノーバウンド、うん、なんかそのまんま上手だったんだ。そう、上手だったってことでトレンド入って、でみんな、屋号がノーバンみたいな、って言ってた。社長はその実写なの？実写実写、うん、本物本物。あの人はちょっと我々と次元が違う。そうなんだ。そう、面白い、愛されてるんだね。ね、フリー素材なんだ。顔も切り抜かれて、うん、宣材写真の顔が、それがもう出回ってて、うん、いろんなコラに使われて、うん、やだ、いいですよって言ってる。使ってください、優しいね、寛大な社長、みんなが喜んでくれるならって言ってる。すごいな、いい人だね。そうだね、不思議な人だな。面白い、面白い、面白かった。いつかじゃあゲストに来ていただこう。はい、はい、ではお次、ラジオネームもちいりぴのさんからいただきました。ありがとうございます。シチュエーション、テレビのサイズ感、うん、普通の人、インチで言うといくつだろう、うん、声優さん、あー昔はないと V チェックできなかったんで小さくても必須でしたね。バーチャルさん、配信用のモニターの方がでかいかも。田所さん、ブルドッグくらいです。田所さん、買い替えてゴールデンレトリバーくらいになりました。よく覚えてるな。テレビの大きさを犬で表すのめちゃくちゃ可愛くないですかって書いてある。あ、そういう感じなんだね。よかったね、褒められてる。褒められてた、バカにされてんじゃないんだよ。そうかそうか、そんなこと言ったの。そう、なんかね、うん、最初の頃はね、ブルドッグくらいの、うん、ぐらいの大きさのテレビをずっと使ってたんだけど、うんうん、この度というか、はいはい、まあインチで言えますよ、今となっては。何ですか？多分40ぐらいじゃない？ 40ってどんぐらい？ 40ってでかくない？ゴールデンレトリーバーぐらいの。マジででかいね。40ってそう、え、待って、40ってどんぐらい？あ、40、40。おー。もうちゃんとね、ちゃんとしたものにしましたよ、ついに。すげー。お家に置いてある。お家に今置いてありますよ。私のね、パソコンのテレビが、うん、テレビモニターが25とかだから、じゃあちょっと小さめってこと。あ、じゃあブルドッグぐらいってことだ。そう、だからこれが多分ブルドッグぐらいかな。あ、そうなんだ、うん、あ、そうか、でもそうだよね、テレビじゃなくてモニターだもんね。そうそう、モニターだから。でもテレビはもう一個あるんだよね、普通に。あるある。あ、すごい、テレビ、やっぱ私もゴールデンレトリバーくらいかな。あ、じゃあ一緒だね、40インチぐらいだ。え、ゴールデンレトリバーより大きかったら犬どうやって表す？そうなってくるよね、だから犬にも限界が、うん、今度はイルカとかになってくる。イルカでかイルカくらいのサイズです。でもなんか犬ぐらい、こう全体的に結果四角いみたいな、長長方形みたいな動物がいいんだよね、うんうん、イルカだとちょっと長細すぎるじゃん。あ、確かに。そう、なんか結果的に長方形になる。あ、長方形になる動物か。意外といないで。カバとかかな。カバ。私のうちのテレビカバくらいです。はい、というわけでこんな感じでシチュエーションごとのバーチャル声優普通の世界での違いについて送ってください。以上、バーチャルさんと声優さんと普通の人のコーナーでした。星町水星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました星町水星、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス星町水星、田所あずさ、平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字で、水ころ @joqr.net、 水ころ @joqr.net、スイコロの綴りは SUIKORO です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてくださいね。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてくださいね。
ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。うん、何話した、何話した、あれ覚えてないぞ、完全に忘れちゃった。なんかイルカの話したな、カバと動物のお話今日動物界だったのかな、動物界だったね、うん、好きな動物は猫さんかな、猫です。あ、なんか猫以外だったら何が好きなの。あー、カワウソとか可愛いよね。カワウソね、確かに可愛いね、うん、最近 YouTube とかで結構見かけるな、うん、確かにチュル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 って動くのがね、可愛いよね、意外と人懐っこいところがね、うん、でもなんかめっちゃ匂うらしいよ。あー、生臭そう。そうそうそう、だから、うんうん、なんか体洗うのがめっちゃ大変らしい。そうなんだ、うん、はい、動物3回でした、ね、3回でしたということで、お知らせじゃあ私から言わせてください、はい、セガさんのオンライン RPG 最新作 PSO2 ニュージェネシスにてナーデルフ役をやらせていただいております。そしてまた現在放送中のテレビアニメ汎用の夜叉姫イノショーでモルハ役、そしてムテキングザダンシングヒーローにてナオミ役として出演しておりますので、ぜひご覧ください。はい、星町からです。12月18日19日に行われるビルスボリューム3に参加させていただきます。私は19日のデイ2にミコメットとしてさくらみこちゃんと2人で出演いたします。チケットも発売しておりますのでぜひチェックしてください。詳細はビルス公式ツイッターやホームページをご覧ください。そしてこの度マイディアレストさんから発表された新作ゲームディスクロニアの主題歌を歌わせていただくこととなりました。今回はセブンデイズという曲を歌っており、ゲーム PV 内でも少しだけ聴けるようになっておりますのでぜひ PV を見てください。詳しくはディスクロニア公式ホームページや私のツイッターをご覧ください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町水星と田所あずさでした。バイバーイ。